はい、前回の続きです。で、ちょっと待って。なんで君たちそこにいんの？おお。バグか？ここ入れないもんね。変なの。で、前回がマラソンすべて終わりまして、で、これからコネクトイベントをやってからメインストーリーを進めていくっていう流れになるのかな。うん、はい。では、早速やっていきましょうか。まずコネクトアイテム、あ、そか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 。俺確か前回買い忘れたんだよね、一個。サイデンのエルラントかな？うん。よし、向かうぞ。ジュディスのアイテムを買い逃した気がする。俺なんであの時買わなかったんだろう。エルラントへようこそ、お客様。はい、ノルマ達成。自慢の品ばかりですよ。あ、ジュディスだ。オッケーオッケー。じゃあこれ買って。またのご来店を。で、早速上げていきましょう。イエローブックカバー、個性的な落ち着きある黄色のブックカバー、アニエスに送るのにいいかもしれないな。はい。ありがとうございます。これマックスだけど上げる意味ってあんのかな？それともね、このコネクトのステージ、このイベントとかをさ、逃した時の、まあ、保険用とかであるのかね？結構多めに用意したのかな？美しくも可愛らしい雰囲気をまとえる方面に、ジュリスに送るのにいいかもしれないな。スカルトチーク。もらっておくわ。はい。青のカフスボタン、エリート層に人気の知的なカフスボタン、ルイに送るのにいいかもしれないな。もらっておくぞ、バン。はい。ファンシーアラム、子供に人気の可愛らしい音楽で起こしてくれる目覚まし時計、夢に送るのにいいかもしれないな。目覚まし時計、ファルコムで目覚まし時計って聞くと東京ザナドゥのマジカルアリサのやつ思い出すね。あの異界に取り込まれたやつ。ありがとう、バン。イエイ。でもってこっからストックタイム消費してやっていくんだけど、1個しかないから。で、メインストーリー進めるのはジュディスでやりたいんで、先にエルメスかな、エルメス見てからロードしてジュディスって感じでいきましょう。はい、またじゃあ一回セーブしよう。よし、またね、コネクトアイテム上げ直すことになるから。セーブしました。はい、では行きましょう。軽食のデリバリー。今朝はいろいろと慌ただしくして飯を適当に済ませちまっていたな。あんまり食欲はねえが、エルメスに配達を頼んでみるか。はい。この人はいつベッドを脱ぐの？絶対どっかで脱ぐと思うんだよね。で、ベッドを脱いだら、このキャラクターはとかなるのかな。バンたちは街の巡回の合間にしばしの休憩を取ることになり、一時的に解散して、それぞれ自由に過ごすのだった。もうこれ毎回一緒だよね。はい。あ、雨降ってる。いいね。雨のいいですか。うん。通り雨か。こんな日くらい晴れてくれりゃいいもの。女神も泣いてるのかね。うん。あ、ディンゴの階層ダメ。それは俺に聞く。らしくねえな。何か腹に入れるか。そういや、今朝は慌ただしくて飯もろくに食ってなかった。あいつらを待たせても悪いし、軽く食えるもんでも。で、エルメスを呼ぶと。はい。はい。お届け物よ。あ、ボイスついてる。うん。ご苦労さん。相変わらず早くて助かるぜ。どんな時でも迅速に届けるのがモットーだからね。でもせっかく食事なら、下のビストロでみんなで食べればいいのに。今、一人なの？あ、これは一緒に食べるフラグ？うん。ああ、まあな。俺だけちょいと戻ってきた。そう。ちょっと一人で思いを馳せたいのかな。食べ終わったら、少し外で話せない？もちろん気が乗ればでいいわ。あ、ちょっと少し取ろう。エルメスの素材があんまりないから、ここで少しを取らせてもらう。雨は降ってるけど、私たちには便利な足があるでしょ？珍しいな。お前さんからの誘いなんて。あれがね、バン君を元気づけようとして、励まそうとしてんのかな、これ。ソファで茶でも飲んで待っててくれ。すぐに食べ終わるからよ。うん。一緒に食うわけじゃないか。おお、雨の首都高ドライブ。さすがに交通量が減ってるな。そもそも少ない時間ではあるが。俺このバイクの配色好きなんだよね、これ。うん、黄色黒白、
非常事態宣言の影響でしょうけど、みんな自粛してるのかもしれないわね。ニューガンダムと同じだろ、俺。この配色。遊びに出かける気分にもならないでしょうし。ハイスピードメット。気を使わせたようで悪かった。だが、大丈夫だぜ。少なくとも、俺はな。本当に大丈夫な人は大丈夫と言わないわよ、アークライド。図星か？クレイユ村のことは本当に残念だわ。仕事であっちの方に出向いた時にはいつもよくしてもらっていた。よそ者だろうが、良兵だろうが、受け入れる懐の深い村だったからな。これ毎回毎回あれだね、なんか外視点と中視点でさ、ちゃんとガラスってか、ね、あの窓ガラス隔てた恋の子守とかを多分これ演出したんだろうね、この緑色の文字は。俺も2ヶ月前には、フェリア、アニエスともとも世話になった。アイダさんの件だな。あいつも、何度か言っていたそうだが。あの記者さんか。あなたとは別に、裏で何度か協力したこともあったわね。本当に惜しい人を亡くした。いや、亡くなってない。リンゴはまだ生きてる。当たり前の明日なんてね。俺も、あいつも、それは分かってたはずなんだがな。それでも、あなたは動き出している。マフィアに真に奪われつつある当たり前の明日を救い上げるために。それが、バン・アークライド、でしょ？これまであなたが何に直面してきたのか、詳しいことを聞くつもりはない。過去の話かな。でも、一つ分かっていることがある。あなたは、苦難に打ちのめされて歩みを止める人じゃない。参ったな。お前さんにそんなことを言われるとは。それなりに長い付き合いでもあるからね。じゃあ格好をつけさせてもらうか。その気概でいつも以上にアニエスたちをサポートしてやらねえとな。仲間に見せられない顔もあるでしょう。だけど忘れないで、アークライド。救い上げるのはあなたの側からだけじゃない。あなたにも手を差し伸べる人はいるってこと。了解だ。いやー、いいね。こう大人の会話って感じがするわ。雨やんだわね。これなら国道も大丈夫でしょう。って、この状況で首都を離れるのか。なんだろう。外せない運びの仕事が入っててね。このまま向かうつもりよ。そうか。異常事態宣言下だが大丈夫か？必要なら手を貸すが。いえ、必要ないわ。話も通ってるはずだしね。どこ行くんだろう。ああ？ま、プロの運び屋にはいらん心配か。せいぜい気をつけて行くといい。あなたもね。必要ならまた駆けつけるわ。それじゃ、今後ともごひいきに。ああ、またな。どこ行くんだろう。おう、アンガトよ、エルメス。いやー、こういう関係も大好き。その後、バンは事務所に戻り、仲間たちと行動を再開するのだった。誰だろう。君か、時間通りだな。ちょうど国道へ出たところです。おかげさまで、検問は問題なくスルーできました。CID 号かな？いつも以上に車が少ないですし、そちらへの到着はやや早まりそうです。承知した。現地で待っている。この状況下で依頼に応えてくれるか多少懸念はあったかな。そちらも時間はあまりない。足を止めるわけにはいかないでしょう。荷物、品物は必ず届きます。運び屋何かけてプルで。あー、これ話し合いってひょっとして、グラムハートかな？これ、ゼク宇宙軍基地だっけ？それの、話、関係の話？品物は必ず届けます。運び屋の何かけで、プロジェクトの関係者としても。君の腕は信頼している。それ、部品が無事に届きさえすれば、さして細かい指示はない。では、よろしく頼む。現地に着いたら、また連絡を。了解です。あ！
クローン会とか、うん、あ、まあまあ、でもゼク宇宙軍の話よねこれ。了解です、クローン会と教授。え、何か変な思惑の片棒ついて、今後とも運び屋をご贔屓に。あ、マックスだった。気が向いたらツーリングでもしましょう。え、でも変な片棒担いでるとかじゃない。あー、でもな、カトル君とまあクローン会とのやりとりを見るに、まあ悪いことはしてないとは思うんだよな。ちょっとグラムハートか分かんないけど、白き配達人、うん、ホワイトグローブもらった。ほう、いいね。はい、デバンクをマックス。なるほど。で、ちょっとロードする前にホワイトグローブの性能を見てみましょうか。あれ？あ、できた。うん。ああ、普通にステータスアップ系か。じゃあこれは使わなくていいかな。エルメスが愛用する純白のバイクグローブ。うん、もらったんだ。OK です。では、ロードしまして、呪術の方やっていきましょう。ロード。はい。で、こちら。何をするの？はい、思い出の映画鑑賞、いきます。ジュリスが記憶結晶をメモリ構図に収録されたとある映画を見たいようだ。事務所のドーンと端末で見られそうだし、貸してやっても良さそうだな。ほう。面白そう。はい。で、この文章は同じなんで、飛ばしまして。アークライドソリューションオフィス。サンキュー、貸してくれて助かるわ。ちょうど見たい映画があってね。ま、仕事用だが休憩時間だし別にいいだろ。大事な資料とかが入ってるからうっかり壊すなよ。壊しそう。別に機械音痴じゃないから余計な心配はしなくていいわよ。人に言えないような検索履歴を見ても誰にも言わないから安心してちょうだい。おー、マジか。ちょっといかがわしいサイト見てますか。やっぱり返してもらおうか。冗談よ、冗談。それより、よかったらここであんたも一緒に見ない？いいのか？うん、すっごくいい映画でね。結構古い作品だし、もしかしたら退屈かもしれないけど。なんだろう、ファルコムの過去作出てきそう。いや、他ならぬトップ女優のおすすめだ。せっかくだから同席させてもらうぜ。うん。なー、クレイブラーの映画ってこと？あ、なんか映画にもなったしって言ってたから、それの映画がこれってことかな。こいつは。なんだ、見たことがあるんだ。なんなら他のにする？いや、今日はこれがいい。まあね。今日だからこそだな。そうね。私も今日はこれが見たい気分。ああ、この BGM、あの、五章、あ、じゃあ、鑑賞が終わるときに流れた曲だよね。それから、二人はゆっくりと映画を鑑賞し、やがて静かに流れる BGM とともに、最後のクレジットが流れ終わった。やっぱり、いい映画だな。20年くらい前、動力映画黎明期に公開されたんだったが、ええ。まだ私も物心ついてない時代の作品。昔リバイバル上映があってママと見に行ったのが最初だった。うん。今じゃ私が最も好きな映画の一つだわ。ちょいと意外な気もするがわかるぜ。名作中の名作だしな。のどかな田舎町を舞台としたちょっとおかしなラブストーリー。うん。撮影技術は今のものには遠く及ばないし、衣装や道具もあまり予算をかけるタイプじゃなかったけど、あの空気感が本当に好きなのよね。役者の演技も監督の手腕も大したもんだった。撮影地はクレイブラ。たとえ一度も行ったことがなくとも、あの妙に郷愁を誘う空気にはついつい浸っちまう。おかげで初めて現地にいた時は懐かしすら感じたもんだ。私も以前ちょっとした撮影であっちにいた時、興奮しすぎて、いつもより多くリタイクをもらったわ。うん。監督には呆れられたけど。うん。思えば、この映画は、私が映画女優になろうとした原点の一つかもしれない。いつか、あの村で同じように、いつまでも誰かの心に残る映画を撮りたいとずっと思っていたわ。それがもう、
永遠に叶わなくなってしまったなんてね。よし、これで改めて腹が据わったわ。絶対に落とし前をつけないとね。私たちの手で何としても。なるほどな。これで名実ともに部外者じゃねえってわけか。そういうこと。うん、いいね。マフィアのボスが映像で言っていた恐怖なんかに私たちは負けない。ああ、もうそこも全部映ってたんだ。奴らが奪っていった笑顔やみんなの安心を必ず取り返してみせる。怪盗グリムキャッツとしても、映画女優ジュディス・ランスターとしてもね。ったく、聞いてて恥ずかしくなるくらいのまっすぐさだが、ある意味裏解決屋には足りてなかったものでもあるのかもな。あんたの力にも期待してる。改めてよろしく頼むぜ、ジュディス。ええ、待っててちょうだい。ふん。スクショ。ああ、ちょっと遅かった。その後、決意を新たにしたバンたちは、改めて巡回に戻ったのだった。怪盗の心を盗もうなんて、100年早いんだからね。どうした？今ので胸キュンだったんか？熱血ヒロイン。なるほど。オッケーです。いや、面白かったな。ジュディスが絡むと何でも面白くなっちゃうな。必要な、アークライド事務所に必要なポンコツキャラクターだね。オッケーです。ではこれで。なんでまた言われた今。はい。ではこれです。コネクトイベントも全部終わり。で、4SPG なし。で、あとメインイベント進めるんだね。じゃあ、このままね、ちょっと、気になってた、ダッチャーのところに行きますか。いやー、お待たせ、ダッチャー。待って、一旦これね、セーブしとこう、もう一回。こまめなセーブが大事です。だっちゃん！よし、行くぞ！あれ？これ、ひょっとして。あ、ダメか。お前らか。おう。この前とは違う顔ぶれだな。やった、声ついてる。かっこいい。よくこんな時に新入りを。って、どこかで見た顔みたいだが。もうどうでも言われちまうじゃん、これ。あはは、気のせいでは？それなりに忙しくてな、臨時のバイトくらいは雇うさ。おお、またもやすごい美人さん。ねえねえ、よかったらお茶しない？おめえ、彼女はどうした？バカ野郎、時と場合を考えろ。本当だよ。すいません、会議前にちょっと和みたくて。ああ、なるほど。いくらなんでも空気が重すぎて耐えられそうにないっていうか。まあいつものように振る舞いたかったってことだな。会議ってのは A の対策についてか。そうだ、やばい連中だとは思ったが、ここまでとはな。警部、彼らに話しちゃっていいんですか。ま、こいつらも部外者じゃないだろう。グレイの二の舞は絶対に阻止する。多分その思いだけは同じなはずだ。警部。ああ、及ばずながら、だがな。そもそも、どうしてクレイ村だったんでしょう？ほんと。なんでクレイが選ばれたの？自然に囲まれた、平和で穏やかな村。それ以外は何もないはずなのに。はい。アイダさんたちのような標的がいたわけでもなさそうですし。一部で囁かれている噂だが、民族、人種問題が絡んでる可能性もある。そうか、そういうことか。民族、人種問題。そちらの方面から連中に資金が流れてるっつうのは聞いたが。北の方にしちゃ珍しく移民が多い村だったらしいが。いいえ。あ、それすら口実の可能性もあるわ。キリカローラン。おお、マクミラン兄弟も。ローラン室長。お疲れ様、ダスワン警部。アークライド事務所の皆さんも。皆さんは。やれやれ、バンタユ一区からお出ましか。あれ、今更だけどさ、イーディスって一区がバンタユ、二区がサイデン、三区トリオン、トリオンタワー、四区タイレル地区で、五がオーベル地区で、六が
リバーサイドで7区が駅前で8が旧市街ので9区がセントルマルシェだっけで10、11が分かんねえんだよな俺ん10、11分かんなくて12がサーキットだよね。で合ってる確かそんな感じだった気がする。はい、室長さんもそうだが、どうも知った顔によく合うな。うん、ええ、そうね。こんなに早く再会するとは。ここに来たってことは、会議とやらに参加するためか？ええ、軍と警察が大統領府の、指示で連携して事態の収拾に当たっているから。うち、CID も橋渡しをする必要があるのよ。やはり、アルマータを炙り出すため、ですよね。それもあるけど、まずは首都の安全確保でき次第次のフェーズに移行するわ。ただ専門家の分析では、彼らの所持する異物は長距離転移まではできないみたいね。アーティファクトのこと？教会ね。専門家必要教会のね。その意味では首都の防衛体制が整うのも時間はかからないはずよ。専門家、あの連中か。え、また何か怪しいつてがあるわけ？もちろん具体的な対策は同時進行で進んでいるけれど、おそらく今回はかなりイレギュラーな対応になるでしょうね。そのためにリンゴが残した映像データを流出させたんだろうが、なるほど。雇い主はいろいろでしょうが、いくつかの両兵団が動いていそうです。ま、ヘイウェイも黙っちゃいねえだろうな。蛇の道は蛇ではないけれど、万全を期すには軍と警察だけでは足りない。少なくとも大統領閣下はそうお考えのようね。まあここでアニエちゃんがうーんってか、それなるよね。これ僕たちが聞いちゃってもいいんですかね。気持ちはわかるが黙って聞いてろ、いつか役に立つはずだ。お、さすがだっちゃ。ちなみにルレのやつは大統領のとこか。臨時補佐官なんて大層な肩書きを賜ったみたいだが。ええ、大統領府付きの出向になるわ。ホットラインはあってしかるべきだから。彼なら問題ないでしょうけど、まあ別の意味では少しだけ心配ね。別の意味？ま、気持ちはわかるぜ。なんかさ、あの、発売前の PV にさ、エレインとバンとルレーで一緒にね、なんかダンジョン潜ってるようなシーンあったけど、だからいつかはスポート3体の仲間になると思うけど、これはいつなんだろう。ちなみに、あの方からの伝言だ、アロックスミスか。ロンライ南の山脈方面を封鎖している例の団にも動き合ったらしい。イカルガか。あんたらがどう首を突っ込むかは知らないが、気にかけておくんだな。そうか。人形を置いてくれ。え、ちょっと待って。ロックスミスはさ、ロックスミスで、なんかいろいろ動こうとはしてるんだよね、一応。え、待って、そうなると、あ、いや、この考察はまだだな。まだ早いな。それって、あの、イカルガとかいう、あの、やべえ連中もかよ。ラスワニ警部、そろそろ会議の時間が。ああ、わかった。室長、いいですかね。ごめんなさい。では、行きましょう。お、何？お前の仕事は気に食わんが、それでも、お前なりの流儀で立ち向かおうとしているのはわかる。俺たち警察は、警察は警察で力を尽くす。どちらも、貫いてみせろ。ちょっと待って、かっこよすぎる。この顔かっこよすぎる。ちくしょう。OK。ああ、言われるまでもね。あ、微笑んでくれた。あ、またね、だっちゃん。あ、待って、これで警察の内部もマラソンできるね。アルマータ、とんでもない奴らだとは思っていましたが、まさかここまで。奴らが許されていいはずがありません。なんとしてでも捕らえて極刑に処さねば。そのためにも市民の皆様にはご協力をお願いいたします。
しばらくは窮屈な生活になるかもしれないですが、きっと警察が平和を取り戻しますから。うん、頼りにしてるぜ。はい、で、まあもうダッちゃんたちはね、ね、かっこいいよね、わかる？もうダッちゃんのかっこよさについてさ、もう3パート分ぐらいの時間使って話そうか。暴走気味。はい、キアラさん。各種の手続きはこちらでお願いします。他の係員は手が埋まっていますので、こちらまで。グレイ村の事件は、筆舌しがたいですが、ちょっと口が回んねえ、筆舌って言いづらい。だからこそできることをしないと。私たち警察が少しでもしっかりしているのを見せて、少しでも市民の皆様に安心を。コロルド巡査長もより高度な調整事務で手一杯になると思います。今こそしっかり自分で市民の方々に対応して、警察の一人として貢献しないと。なるほど。はい。じゃあ、コロルドさん。アークライドさん。先ほどは、ダスワニ警部とも話していたようですが。なるほど。警部も警部なりにあなたたちを認めているということですか。ああ。それで、あんたはどうするんだ。別にうさんくせえと思われ続けても仕方ねえが。少なくとも、意地で動くべき事態でないことは私も理解しているつもりです。現場であなたの活動を多く見ているダスワニ警部がああ言ったことには相応の理由もあるはず。うん。もちろん敵が同じくアルマータだというのは私も完全に同意ですしね。それじゃあ、あくまで警察としての一線は守ることは譲るつもりはありませんがね。うん、譲るつもりもありませんがね。だが、こういう事態であなたたちのような首相、ああ、違う、特殊な立ち位置にいる者がどう動くのか。ちょっと読み間違いがひどい。少々の期待をしてしまわないと言えばまあ嘘になるか。まあともかくお互い敵を増やしたくないのは同じだろう。俺にも譲れない解決屋の流儀があるが、今はあんたたちの流儀と同じものを向いている。そういうことでいいんだろ。そうなりますね。まあ共通の敵があまりにも最悪だったということでしょう。ああそれな、本当に事件が解決したら今まで通りあなたたちも警戒するが、まずは、そんな日常を取り戻さないと始まりません。うん。たかがグレーの、あなたたちに小言を言えていただけ、これまでは平和だったということですか？おう。アルマータ、問答無用で真っ黒な連中を倒すには、意地など言っていられない場合です。警察だけじゃない。どこも皆同じ敵と向き合うべき局面でしょうな。さてと。うん。まあ、みんなでね、ちょっと、一致団結して立ち向かう問題だな、これは。もう結社とかも完全に味方らしいな。そうだな。うん。OK。で、警察署内は OK だね。はい。OK。では、こっちの 4SPG もあるけど、ちょっと次行きたいのはね、ベルモッティのとこなんだ。というわけで、はい。ちょっと行きます。ゴー、ゴーです。ちょっと外側から回る。なんか夜勤ロード長かったな。さて、ベルモッティは、まずは、おぉ！ジャックとハルがいる！マジか、いや、本当にオールスターって感じ？これ。あ。なあ、もう何回も何回も、ダメ。裏っても有名な、あなたたちの行きつけだったみたいね。ああ。情報収集なら、ここを外すわけにはいかねえな。行くぞ。はい、あー、ちょっと待って。待って、ちょっと心の準備をする。はぁ、ちょっとベルちゃんの内容によっては俺泣いちゃうかもしれないから。よし、ちょっとほっぺた叩いて。よし。よし、行きましょう。バンちゃん。うん。どうも。久しぶりだな。おう、ようちゃく。2ヶ月ぶりくらいかな。うん。あ、ハルさんにジャックさん。あんたらこっちに来てたのかよ。アーロンはまあ元気そうね。そこは心配しちゃいないかな。アシェンから聞いたけど、大変なことが起きちゃったね。はい。とりあえず座って。
話はそれからよ。うん。そうですか。ジャックさんもリンゴさんと知り合いだったんですね。ああ、俺の方が5歳上で、できた弟分のようなもんだった。首都が拠点の私、コートを拠点とするジャックちゃん。職業柄、各地を飛び回るリンゴちゃん。それぞれ別の顔を持っているけれど、情報屋同士、いい関係を築けていたわ。互いに出し抜く時もあるが、ジャガモのように一線は踏み外すことはなかった。そういや、あいつも行っちまったんだったな。ジャコモさんはちょっと全然悲しんでくれなかったね、みんな。やっぱり。あ、ジャコモは自業自得だけど、ディゴちゃんは違うわ。ああ、わかってる。だからこうして俺とハルはシュートに来た。アルマータの情報収集を手伝うためにね。私も連中とは少しばかり縁があるし、そういう意味では責任もある。ああアルマータとなんかあるのかよ。ああ、詳しくはトバクシジャックを読んでください。いやー、まさか、ね。エンリケの下にね、ジェラールがいたなんてね。あ、つまり、トバクシジャックの、あの時に、まあ、もうあれがもともともうアルマータだったんでしょ、きっと。エンリケの組織自体が。で、ジャックの一件でエンリケが失脚して、で、その後ろについたジェラールがトップになったってことでいいんだよね、これ。やべえな。そこまで繋がってくる。連中のボスが今のジェラールになったきっかけに関わっていたの、うん。知っての通り、連中がここまでヤバい組織になったのはボスが変わってからだから。トバクティジャックもね、あれ、朗読であげたいね。また聞きだが、奴が若頭の頃、先代ボスがやらかした始末だとか、おう。そいつの自業自得だろうし、ジェラールがそんな小物の下に収まり続けてるたまがよ。まあ、ちゃんとこれね、そのトバクチジャックのことについても語ってくれるのはいいね。ああ、先代のエンリケはせいぜい、北の港町の悪党どもの親玉クラス。対して、ジェラールは今や大陸中の勢力が注目するほどの SSS 級のトリプル S 級の危険人物だしな。まあ、ジャックがはめられて、あれ、エンリケの罠にジャックが、まあ、はめられたっていうか、まあ、うん、まあ、強要されたというか、なんていうか、そんな感じで、ね、ハルのね、お父さんはキングをもう殺すことになってたんだよね、間接的に。うん。ちなみに、ヘイウェの長老会もついに思い越しを上げたみたいでね。うん。すでに動き始めてるって噂を聞いたわ。ふん。やっと動きやがったか。もしかすると、彼女も。お。国外でも、名だたる両兵団が動き始めてるって噂もあるわ。教会に、例の結社なんかもね。うん。バルタ。噂の、つい先日にも国防外に来ていたようですが。騎士団か。例の兵器の起爆にアーティファクトを使ったとなれば当然だろうが。ああ、だが今回はそれだけじゃなさそうだぜ。別口の武装組織なんてのも動き始めているっつう噂があるらしい。あ、それはこっちで別なんだ。そいつは、ちょっとばかり気になるな。あの人のことについては何も分かってないからね。まあ、教会の人間ってだけは分かってるぐらい。2年前に、カゲロウ側では動いてたが、他国に介入するような連中だったか？最近じゃ割とそうみたいね。どうやらトップの意向みたいだけど、トップの意向。それと、結社だったかしら？まあ、視聴協会のトップのことを言ってるんだったら何、アインセルナートのこと？あっちもアルマートを狙ってるそうだけど、何か因縁でもあるのかしら？はい。ヤセオカミって人があのメルキオールを追っていて、どうやらサルバットでも怪しげな動きをしてたみたいね。うん、なるほどな。結社とアルマータ、もしくはガーデンには後ろぐらい因縁でもあるのかもしれね。おお。不幸中の幸いなのは協力関係じゃなさそうってくらいか。うん。
すでに最悪の一歩手前に踏み入れているような状況みたいだけど。はい、すべてはアルマータがどう動くか次第でしょうし、ま、今の横着状態も長くはね、すぐにでも何かが動き出すだろう。うわ、怖そうだな、それも。情報面のバックアップは任せて、何か分かったら連絡するから。ああ、よろしく頼むぜ。そっちこそヘマはすんなよ。春はともかく、ジャックはあんま飲みすぎんじゃねえぞ。わーってるっての。あ、待って、パンちゃん。そういえば、ん?いつもディンゴちゃんに絡んでいたあのマリエルって子だけど、はい。今日は見てないかしら。え?うわー、なにマリエル早まったことしちゃダメだよ。ディンゴさんを追っかけちゃダメっすよ、それ。いや、見てねえな。そういえば、非常事態宣言以来、ずっと姿を見ていませんね。マジかよ!ディンゴさんの後輩だっけ?相当ショックだったみたいだけど。どうも必死に嗅ぎ回っているみたい。危ないことをしないといいけど。いや、絶対してるって。確かに、気がかりだな。わかった。気にかけておく。これメインストーリー全部ね、マラソンのメインストーリーが終わったら多分マリエルの話なんじゃない?これ。いやー、ちょっと不穏な話残していきやがったな、おいおいおい。待って、まずはマラソンしよう。はい、ココナちゃん。まさか捕まっていたミヤちゃんが自力で脱出してくるなんて、これ漫画の話だよね、きっと。なんという熱い展開。やはりヒーローものは最高ですね。だって、早くほのぼの会がやりたかったんですもん。ふん、かわいい、もーん。でもいいんですかね。世間がこんなありさまなのに、ほのぼの会なんて。何言ってるんですか、先生。これはコミックなんですよ。こんな時こそ、子供たちの心の支えになってほしいじゃないですか。あ、そうですね。書きたいように書いちゃいましょうか。クローニンさんって、絶対空気読めない人かと思ってました。それって今の話と関係あるんですか?やっぱり読めてなさそうだけど、それがクローニンさんらしいのかもね。まあ、クローニンだしね。OK です。はい。どれだけ辛くても、今は戸惑ってる場合じゃないからね。私にとっては先代との因縁もある。このまま A の思い通りにはさせないわ。あるいは俺これ、戸惑ってるって言ったこれ。次にディンゴがコートに来た時に開ける約束をしてたボトルもあったんだかな。マジか。とにかく、人にもそれなりの手がある。ベルモッティ、こいつとは別のルートで探りを入れていくつもりだ。お前らも辛いだろうが、一矢報いてやるためにも踏ん張るとしようぜ。まあ、そうだな。まあ、ディンゴちゃんは生きてるけどね。俺は信じないぞ。こちらでも、情報を探ってみるわ。ディンゴちゃんの弔いのためにも。それと、マリエルって子を見かけたら、気にかけてあげてちょうだい。危ないことをしないといいのだけど。絶対してるよね。いやー、ちょっと真面目な顔のベルモッティさんもかっこいいです。そう、お願いします。オーダーをどうぞ。OK。また遊びに来て。あ、そうだ、コネクトをね、全部、コネクト品渡してた時に、ちょっと、やろうとしたやつ。食材も全部使っちゃおうってやつね。OK、ベジタブルスムージー。で、これ食べます。染み渡るぜ。染み渡るぜ。OK。ああ。またね。またね、ベルモッティ。まあ、仮に本当に死んでたとね、本当にディンゴちゃんが亡くなったとしたらさ、まあ、ちょっとね、俺も本気出してやるわ。本気出してもあれまたぶっ潰すわ。いやもう今でも本気出すべきだけどな。てか別に本気っつってもなんか俺が何かできるわけじゃないけど。ま、気持ち的な問題ね。よし、じゃあね。次はだ。駅前通りの方に行きますか。で、サイデンやって終わりって感じかな。はい。
ではいきます。目的地に向かいます。もうリンコちゃんがやられた時点でね、もう俺は完全にね、もう過去作一の極悪組織だって認識したけどね。じゃあまず遊撃士協会かな。